こんにちは、デリッシュキッチンです。白くまフィンを作ります。無塩バター 50g は1センチ角に切ります。ボウルに入れ、ホットケーキミックス 150g のうちの 120g を加えて、均一になるまでゴムベラですり混ぜます。そぼろ状になるまで切るように混ぜ、底生地用とトッピング用に分けます。トッピング用は冷蔵庫で冷やしましょう。型に底生地用を等分に敷き詰めて、170度に予熱したオーブンで15分焼き、粗熱を取ります。クリームチーズ 200g を耐熱容器に入れ、ラップをせずに 600W のレンジで1分加熱します。滑らかになるまでゴムベラで混ぜ、砂糖 60g、 溶き卵1個分、生クリーム 200cc、 レモン汁大さじ1を加えて、泡立て器で滑らかになるまで混ぜます。残りのホットケーキミックスを加えて、さらに混ぜましょう。型にチーズ生地を等分に流し入れ、先ほどのトッピング用の粉を散らして、クッキーを等分にのせて、白クマの耳と鼻を作ります。天板にのせて、アルミホイルをかぶせ、170度に予熱したオーブンで25分焼き、粗熱を取って型ごと冷蔵庫で 2,3 時間冷やします。チョコレート2かけを耐熱容器に入れ、ラップをせずに 600W のレンジで1分加熱します。取り出したら混ぜてコルネに入れましょう。粉砂糖適量をチーズケーキマフィンに振り、爪楊枝などで白クマの顔の下書きをして、チョコレートで顔を描いたら完成です。ぜひお試しください。